もこんにちは、ココロです。ご視聴いただきましてありがとうございます。前回のね、こちらの動画で付録をどう収納してるのかっていう動画を次にあげますって言っててなんですけどね、編集がね間に合わへんかってごめん。明日か明後日かぐらいには付録の収納についての動画出させていただくと思いますので、そちらもまたよろしければご覧ください。今日の動画はいつもの大人のおしゃれ手帳3月号940円、ズッカーノートボールペンケースおしゃれステーショナリー3点セット、インデッド3月号1090円、ナノユニバースおしゃれ本格仕様手提げリュック、ステディ3月号1080円、リラックマ大人かわいい5点セット、エレッセ3月号740円、スヌーピー厚手キャンパストート、ヌメラ東京3月号増刊980円、サルボトーレペラガモドキュメントケース、で、まあ通常5冊なんですけど、もう一つモズビッグバックパックブックスペシャルパッケージのこちらグレーバージョンを購入してきました。本日ちょっと多いです。以上6冊開封していこうと思います。はいはい、見どころはですね、私一番気になってんのインデッドのこれリュック、まあ、1000円超えてくるけども、リラックマ割と先月見てみたいというお声もいただいておりました。ヌメラ東京のサルバトーレフェラガモに関しては3件ぐらいコメントでいただいたんで今回取り上げさせていただいた。あとセブン全売なんかな、モズちゃんに関しても割とコメントでいただきました。まあ、皆さんのコメントでできております。毎回言ってるんですけど、発売日に関してなんですが、大人のおしゃれ手帳ステディエッセインデッドに関しては通常毎月7日発売になります。こちら関西なのでちょっと早く発売されるので本日発売ということでアップしておりますけども、北海道にお住まいの方とか九州にお住まいの方とかだったら2月7日発売日より数日遅れて本屋さんに入荷することがあるみたいなので注意してね。ヌメラ東京に関しては1月28日発売分なんですけど、これ本屋さんね3件ぐらい行ってなかったん、4件目であったんだけど、ちょっとね取り扱ってる店がもしかしたら少ないかもしんない。こちらはセブンイレブンで購入したんですけど、セブンネットとセブンとあと出版元の専売品だと思われる。はい、では早速行ってみよう。まずはちょっとね私気になっております、インデッドのこのリュック行っていいかな。手提げにもなるしリュックにもなるしみたいなやつ、中身こんな感じです。ナノユニバースなんよね、大人の上質リュックということで割と雑誌ぐらいの大きさがあります。重さはねまあほどほど。では早速開けていこう。割とパンパンに入ってる、中身こんな感じです。おお、折りたたまれておるけどもね、このシワ感がどうなのか、ではレビューしていこうと思います。ね、今んとこだよ、今んとここんな感じよ。ちょっとね持ち手部分が辛いかなということと、この糸の感じね、この糸の感じ、まあキャンパス地やからしょうがないかなっていう部分はあるんですけども、まずレビューしていくとですね、テカテカのねプレートがついてて、これはいい感じ。ナノユニバースのロゴがプレートでついております。で、糸とかがちょっとついとるね。素材はキャンパス地に合皮になります。はい、パカッと開けていきます。なるほど、面白い作りではあるけども、ただこの感じやな、ちょっとこれはあれじゃないかな。本体にシワもいってんねやけど、持ち手部分ここのシワが若干ひどいでございますね。ただね作りはすごく面白くなっていて、前面じゃないですか、でこれ裏面で、ポケットとかはないんですけども、ここのポッチを開けて、ほんでガパッと開けるんですけど、ここがねこんなんついてんねん、ほらこういう感じで開けんねんよ。ここがね常に開ける時にここさ左右すんねん、これここのね行き来がねすんなりじゃないとこれバカッと開けにくいと思うよ。ちょっとここの素材がねちょっと付録でこれをしちゃうとうんっていう部分ではある。金具とかは珍しくね銀色、ほんで中は裏地がしっかりついていて、大きい内ポケットが1個ついています。こっちはねパイピング処理うんぬんっていうんじゃなくって、ちゃんとこういう感じでカバンっぽくねちゃんと内側に縫い目がいく感じで縫われているよ。作りはしっかりしてるんだけども、ただ素材感の問題やわな、これここの横っちょにポッチがついてるんですよ。なのでこれをへこますということやと思うねんね。でこうやってへこまして形を整えていこう。開けるたびにここをこうギュッて引っ張り直さないといけないっていうのがちょっと手間かなっていう気がする。持ち手はね細いけどしっかりは縫われてる。これさいくら付録とはいえね、なんでそん
なぐちゃぐちゃに入れたんっていう気はするね。この底は合皮になるんですけども、持ち手の裏側もねしっかり縫われているので、この辺は大丈夫かなと思うんだけども、はい、背負ってみたらこんな感じ。いや、デザインはねめっちゃ可愛いねんって。あんまりカジュアルすぎひんリュックって珍しいじゃないですか。もうね、デザインはね絶対可愛いねん、それは間違いない。なんやけども、この辺の素材感が許せるか否かだな。紐のさグニグニがほんの惜しい。もうちょっといい合皮をね使ってくれたならば、これは最高やったと思うねんけどな。キャンパスのところはぐちゃぐちゃのシワはないわけですよ。まあこの持ち手やな、持ち手のとこが許せたらこれは別にあるんじゃないかなと思う。こうやって持ってても普通に可愛いと思うので、悪くはないんやけど、このシワ感が許せるんやったらええかなって思います。私リュック大好きなん でこういう感じのリュックって持ってなかったからね、春とか夏とかにすごいいいんちゃうかなって思うんですよ。で、まあここのブヨブヨもうほんま気になると思うよ。初めびっくりすると思うよ、開けたらわーってなると思うんですけど、でもまあ私はね割とねデザインがどうしても好きやから使うはい、では次可愛いところ言っとこっか。テディのリラックマちゃんでございますね。これね割と高いんですよ、1080円、さっきのやつが1090円、今回1000円超えが割と多いよね。はい、中身はこんな感じ。どんな感じか開けていこう。はい、中身こんな感じです。あー、この素材感か、なるほど、こんな感じの4つセットです。では1個1個レビューしていこうか。うんとね、まず一番大きいのがこれ、素材感こんな感じなんよね。なんか粗いキャンパスみたいな感じ。まあでも可愛らしいは可愛らしいよ、ペターンとなって入っておりますが、はい、四角のスクエアな感じのリラックマポーチでございます。でもねここがね凝ってんねん、ちゃんと R がついてるんだね。ほんでここにプリントでリラックマちゃんの柄がついていまして、裏側にはこんな感じでまたプリントがついています。リラックマのロゴが入っております。パカンと中真っ白なんですけどね、キャンパスっぽい素材の裏側がビニールっていう感じのぺちゃっとくっついた一枚生地です。若干ビニールの匂いがします。こんな感じ。ほんで次なるポーチはこれ、完全これ布っすわ、布で、やっぱりこれ全部金具がこれになってるのね、すごいね。でこれ素材感同じなんですけど、裏側がなんかこうビニールがついてないんですよ。だから若干ほら透けてる感じ、決して薄くはないねんけど割とスカスカした生地。まあちょっと布やからね若干ヨボヨボするところあるけど、まあ可愛いんじゃないのかな。ほんで持ってよこれ裏側ぺっちゃんなっとってんけど、思ったよりちっちゃかったね。黄色の鳥のこのポーチでございますよ。これもね裏側はビニールじゃないです。めっちゃちっちゃいくせにちゃんとロゴプレートがついてんねん。こんな感じでございます。ほんまちっちゃいでしょ。でこれよくっちゃーなってますけども、キーホルダーっぽい感じやね。こうカバンに吊るすみたいな感じちゃうかな。ちっちゃいトートみたいなものが入っている。これも生地はやっぱり同じ、意外ときっちりパイピングされてるところがびっくりする。はい、このような感じの4点セットでございます。この子はまあ普通にメイクポーチとかそんな感じで使えるかな。で丸ちゃんはねイヤホンを買ったのでイヤホン入れにしようかなって感じの丸のケース。このちっちゃいのどうするなんかちっちゃいものを持ち歩く時とかはいいと思うんですけど、これ入れたらこれごとどっか行きそうやけど、まあ黄色やから目立つっちゃ目立つか。でこれはもう完全にあれかな、キーホルダーって感じやね。リラックマちゃん好きな方にはいいんじゃないでしょうかと思いました。はい、では次、続きまして大人のおしゃれ手帳でございます。今回ねズッカのねステーショナリーセットなの。中身こんな感じ、めっちゃかっこよくないズッカーってなってて真っ赤ですごいかっこいいんですけど、で重みがねなんか重いんだ意外と。はい、では早速開けていこう。こんな感じです。略開けたんやろうかノート的なものとペンケース的なものが2つ入ってて、これ3点セットみたいなんで中にペンが入ってんのかな。ではレビューしていこうと思います。はい、ベリベリっと剥がしていきました。これねめっちゃ重たい、卒業アルバムみたいな重さ、ポストカードぐらいの大きさ、手帳みたいなノートみたいな感じですね。完全ねここのさ、これがさ卒アルのミニバージョンだよ。中真っ白けっけ、ちょっとねきなりっぽい感じの色で、一枚一枚も割と分厚い、これ何ページあんのかな。ほんで中にこういうここまで書きましたでっていう糸がついててですね、これ使うのもったいない系やね。ここの製本がすごいしっかりしているからね、なんかパソコンとかの横に置くメモ帳としてはなんかもったいない気がするけどね。こんな感じ。でもバッグに入れて持ち歩くんやったらこのサイズ感、ほんでこう崩れない、カッチカチやからね、割とハードカバーなんですよ。まあ形崩れない
んやったらええかなと思います。ただ中が真っ白白なんで、まあ、使い方は皆さん次第っていう感じですね。で待って、ほらこれペンケースで、ここにもズッカーのロゴが入っておりまして、パカン、こういう感じで入ってんねや。なるほどなるほど、中にペンが入ってんねんね。これを外しちゃえば普通にペンケースとして使えるよっていう。この細長のさペンケースいいよね。でも割とこうコンパクトで使いやすいと思う。ペンもねクソ重いわ。くるっとなるやつね。でここにもズッカーのロゴがございます。黒のかっちょいいボールペンでございますね。ではね、この付録の段ボールに書いてみると、くるくるくる、まあ書き心地は良いかな。ほんなら今度コピー用紙に書いてみると、くる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 、あ全然でも書き心地はいいですね。さっさで、このおしょ大人のおしゃれ手帳ちゃんはね、そんなにねツルツルした表示じゃないんですよ。書けるんちゃうか。くるくるくる、あ全然書ける。ちょっと雑誌にね書いちゃうのあれやけども、ステディはねツルツルやね。これは無理かな。あ書ける、このツルツルに書けるで。これステディツルトゥルなんですけど、トゥルトゥルにでもスイスイ書ける。で、これはなかなかすごくない？なんか今までね、ボールペンの付録はね、これ、ここで大体断念されたんですよ。こんな落書きしたらあかんけどね、雑誌にね。なんかね、ボールペンが一番びっくりした。いや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 、売ってるやつであるかもしれへんけど、私今まで付録で、可愛いボールペンとかね、いろいろやってきたんですけど、このツルツルで大体断念されんねんやんか。赤とゴールドっぽいシルバーとこの黒のボールペン。はい、940円ですけども、なかなかでもさ、こうやって持ってたら色合い的にちょっと賢そうではあるよねできる女って感じデザイン的にね。でもこのボールペンが高機能で気に入った。はい、では次、まだまだあるからね。今で真ん中やからね。エッセのこのスヌーピーのバッグでございますね。エッセでもねスヌーピーのバッグついてて740円やねん。これ安いよね。中身がヨレヨレじゃないことを祈る。はい、中身はこんな感じです。厚手キャンパストートが入ってる割にはすごく小さく思えるよ。では早速開けていこう。ゲーセンで撮ったぬいぐるみでかいねん。これ抱き心地がええのでございますね。この子も一緒に開けていこう中身はこんな感じです。そんなにくちゃくちゃでもないのかな。思ったよりもちっちゃいかな。ではレビューしていこうと思います。パンパーンと広がりまして、キャンパス地のトートバッグって感じ。確かに厚で、厚でっちゅうか硬い。やっぱりなー、このキャンパス地をね持ち手にしてしまうとね、こういう現象が起こるんですよ。このシワシワ現象ね。うまいこと畳む職人さんおらへんの。ちょっと形を整えていくよ。こんな感じのトートバッグ、これ前の大人のおしゃれ手帳ですけど、長財布とか入れて買い物行くのにちょうどいい大きさじゃないかなと思います。こんな感じ。オープンポケットが一つここについておりまして、このスヌーピーちゃんの柄はねプリントで入っております。で、きなりなんですけど全部同じ布。例えば自立とかは完璧にするわけよ。まあ持ち手ちょっとへなってなってますけど、ふにゃふにゃした素材では全くないです。めっちゃ硬い。むしろ確かに厚手素材って感じ。後ろにもオープンポケットがついていて、どっちもポケットついてんねんね。でパカッと開けますと、裏地はなくって裏側がまたいつものねこのビニールとピチャッと一緒になってる一枚生地なんですよ。この上のポッチ、ここがついてないと嫌っていう方も割といらっしゃるから、そこはちゃんとついてる。内側はねちゃんとパイピング処理がされておる。いや、あのね740円の割にはね頑張ったと思うよ。言うて春先とかのお買い物等々で使うんやったら随分しっかり押してると思う。これがねやっぱりこのこれが難点なんですよ。当て布を押してアイロンをかける。ちょっとやってくるか。アイロン当ててきた。かなりねカッチーンってなりますけど、持ち手もねまあまあ綺麗にシワが伸びたよ。なんかやっぱり付録に関しては、物によってはやっぱりちょっと自分でシワ取らないといけないやつとかもあるんだけど、綺麗にしさえすれば使えるやつっていうのを使ってあげないともったいないからね。まあ、このような形で綺麗になったで購入される方は絶対持ち手はねアイロン当てた方がね、ここのストレスが減る、ここのガタガタのストレスが減るから絶対おすすめ。はい、では次、ヌメロ東京ってね年に何回かビッグブランドとのコラボをするんですよ。で、去年とかやったらフェンディのセンスがついてきたりとか、割とビッグブランドの付録が多いので、まあでも毎月出るわけじゃないんかな、何ヶ月に1回ドカンってあるみたいやから、ちょっとまたチェックしようと思った。はい、でね中身はこんな感じ。雑誌と同じぐらいの大きさがあるよ。では開けていこう。はい、中身はこんな感じです。あれ裏側こんな感じの薄
いドキュメントケースでございます。ではレビューしていこう。サルバトーレ、サルバトーレ合ってる、サルバトーレ、サルバトーレフェラガモのロゴが入ってまして、ビニールに入っておるので開けていくね。なんかこんな感じのドキュメントケースです。ライトが光るからこの柄が分かりやすいかな。むしろ素材もね完全ビニールでね、こんな感じ、中に紙入れたらこんな感じになるっぽいよ。フェラガモってさ、私靴のイメージしかないんですけど、なんか今ってこういうマークになってんのかな。凹凸とかボコボコしたところはなくって全然ツルツル。ほんでこっちはね若干カシャカシャした感じのビニールでできています。で金具はシルバーで、ロゴもシルバーのプリントで入っておる、こんな感じです。こう裏側はちなみに真っ黒ね。何入れにしようかな。例えばさ、さっきの大人のおしゃれ手帳のさ、ペンをペンケースに入れるやんか。ほんでノートとペンケースになるやん。でこうやって入れ込んでステーショナリーセットみたいな感じにしてもいいんちゃうんかな。まさかの大人のおしゃれ手帳と相性が良かったね。ノートとかメモとか小物系を持ち歩かないといけないとか、何かしらそういうお仕事されてる方やったらいいんちゃうんかなと思うし、例えばお子さんがいらっしゃって幼稚園の役員であるとか小学校の PTA であるとか、ステーショナリー系をなんか持ち歩かなあかんっていう時のケースに割と使えるんじゃないかなって思う。ピーって感じのさ、やつやったらちょっとテンション下がるでしょ。やけどそこはペラガモだよみたいな感じで。ブランド推しはね割と嫌いじゃないよ、嫌いじゃない。あ、ちなみにヌメロ東京は付録なしバージョンが700円台であると思います。でこれは付録ありバージョンなので980円なんですけど、だからまあ200円ちょっとぐらいの差があるのかな。ビニールなだけに用途はまあ普通の、だからまあ旅行行ったりとかメイクポーチにはちょっとでかいけど、何かしらこう何かしらのものをケースに入れたいって思う時に、例えばまあそれが障害じゃなくてもいいんじゃないかなって思う。私はねでもせっかくこのステーショナリーセットを大人のおしゃれ手帳でゲットしたので、このセットで使おうかなって思います。最後に前月の付録トップ2、最後に前回の付録動画の皆さんからのコメント欄での人気トップ2っていうのもやりますんで、そちらもよろしければご覧くださいね。次月予告はこの後にございます。はい、では次、はい、ではモズだよ。モズなどのリュック、黒とグレーとネイビーで3色展開で1月から販売しているのかな。お値段は1940円プラス税です。でもさ、モズのリュックって高いでしょ。これで素材が良ければワンチャンええかなって思う。それではね、開けていきたいのですが、これは今日はハサミやな。ちょっきピュー買った。はい、では開けていこう。あれ、なんかめっちゃしっかりしてる気がする。あれあれ、なんかしっかりしている気がするよ。ではレビューしていこうと思います。モズのロゴががっつり布で入ってて、ここはビニールなんですけど、あれれ、シワ感がそんなにない。これまあちょっとボキボキすんねんけどね。なんやけどここもちゃんとクッションが入ってる。あれ、なんか違う。今までのリュックさん、割とな素材のリュックさんが、あのそれはムックであってもね多かったんやけど、モズさんが今までで一番しっかりしているのではないかと思われる。スウェーデンやからスウェーデン国旗かな多分ね、のロゴがついてて、これがなんかアクセントで可愛らしいね。でグレーにしたんですけど、真っ黒黒のリュック私割と持っているので、あえてちょっと色を変えてみたんですけどね。なのでここのほら金具の黒とかこの辺の黒がちょっと目立ってかっこいいかなって思います。で外にはポケットがついていて、裏地はついてないかなやねんけど、すごいしっかりした作り、ほんま全てが美しい。外にチャックのポケットが一つで、このチャックとかもちゃんと重い。ほんで両サイドからパカって開けれるようなデザインになってまして、両サイドから開けます。チャックもスムーズです。でバカッと開きますと、うわちゃんと機能的。ね、ここ部分にねメッシュのポケットがついてるんですよ。ちゃんとチャックもついています。ほんでこの面はねちゃんと裏地がついててパイピング処理されています。あ、ここも裏地ついてるわ。全部裏地ついてますね。めっちゃしっかりしてる。パイピング処理ちゃんとされているんですけど、ここに普通ポケットついてるとこがまさかのねここについてるんだよね。これはこれでこの完全に開けきらない状態でここに物を入れるっていう意味では割と使いやすいかなと思います。パカッとこうやって開けちゃったとしても、ここにチャックがついてるからバーンって落ちることもないので、まあまあ便利かなと思います。でサイドにオープンポケットがこんな感じでついています。両サイドについてるね。ほんで例えばペットボトルとかをこういう横にパソって入れても大丈夫な感じ。飛び出はしますけど型崩れとかは全然しないよ。いやほんまさ。で上のね持ち手がね
ビシッてついてんねん。ビシッて持つ手がついててこんな感じ。こういうのはついてないねんね。デザインがやっぱりこの形やからさ、これを重視してるので上はそのデザインに響かないように持つ手がついています。で裏返しますとここのね肩のねかける部分もしっかりしています。唯一チャチ臭いといえばここの紐部分、これがやっぱりちょっとヨレヨレっちーってなってるんですけど、ここだけよ。でここのほらちゃんと斜めってるさ、この形に合わせたこういうのもついてたりとかして、で背負ってみますとこんな感じです。わかる？割とでもねすんごいしっかりしてる。マジでなんやろな、惜しいところで言うとここの紐がちょっとヨレヨレヨレってしてる部分もあるんやけど、素材感がねなんかしっとりしたビニールなんですよ。ライトでこれ反射して若干シワっぽく見えるかもしれないんだけど、ほんまシワ感は全然目立たへん。いやリュックでここまでのあれは珍しいんちゃうんかな。ほんま綺麗。カジュアルで持つ分ではあるんやけど、なんか素材感が悪くないからどんな格好でもいけるかなって思った。ほらこのお姉さんもさカジュアルじゃないやん、言うてニットにスカートにリュックって感じやんか。だからまあほんとね素材感がよろしい。これはほんま写真通り、まあ、チャックも申し分なく裏地がついているっていう部分で、機能性に関しても見た目に関しても今まで1ぐらいで綺麗んじゃないかなって思った。すごく綺麗。こういうシンプルな、しかもこのモズのロゴがついてるこのブランドが好きよっていう方やったら全然ムックでええんちゃうんって思います。はい、今日の付録はいかがだったでしょうか。はい、皆さん忘れてない、このリュックもあったよ。なんかこのガタガタのもね、まっすぐすりゃね全然使えると思う。だってさ今の格好にも合うでしょこれ。黒の合皮と白のキャンパスみたいなデザイン私猛烈に好きなんですよ。このリュックはねもう絶対に使う、今日使う。はい、ほんでも忘れてない、このリラックマのポーチセットですね。ただちっこいポーチあんまり使わへんっていう人はあんまし向いてないかもしれへんね。リラックマのグッズが欲しい、とりあえず集めてんねんっていう方はいいんじゃないかなって思う。でこれねもうセットでお知らせするけどもね、セットでゲットしたからねこれはこれでよかった。もうこのまんま使う。あとツルツルにもかけるボールペンっていうのがちょっとビビった。ではい、忘れてないですか、スヌーピー。スヌーピーもあったよね。これがまあ普通にスヌーピーちゃん好きにいいんじゃないかなって思う。はい、では次月予告いってみよう。インレッド4月号は3月7日発売になります。また来たで、リサラーソン。リサラーソンはほんま付録多いよね。丸型ポーチとマスクケースとミニポーチの3点セットみたいですね。ほんま多くない？ほんま多くない？また次月ご紹介していこうと思います。はい、大人のおしゃれ手帳4月号も3月7日発売になります。次はですね、みんな大好きボタニスト、あのシャンプーとかのブランドやね、ボタニストのパドルブラシ、ブラシとポーチのセットみたいです。ボタニストのさ付録って初めてじゃないかな。ブラシの大きさがどのくらい大きいか気になるよね。はい、エッセ4月号は3月7日発売になって、こちら500円なんだね。エッセって安いのね、普段あんまり買わへんからさ。こちらは付録は次月はついてこないみたいです。はい、ステディ4月号は3月7日発売になります。ピーナッツ、スヌーピーねとシップスコラボのこれ保温機能付きランチトート&ペットボトルホルダーっていうのが付録でついてくるみたいです。スヌーピーとシップスってなんか可愛いね、色合いがすごい可愛いポップで、まあ、付録でついてくるんやったらいいんじゃないかなと思います。ヌメロ4月号は2月28日発売になります。でね、こちらは付録はついてこないみたい。定価720円って書いてるんで付録なしみたいですね。なんか須田まさきくんとかも載ってるしね。ハイブランド満載でね、ゴージャスって感じでした。はい、前回の付録のトップ2なんですけども、前々回のこれとあと前回の付録のこれ、これ両方ねまだトップ2発表してないんですよ。なのでまずはこちら、お財布祭りのラスト第4弾のやつね、こちらの人気やった付録をご紹介していこうと思います。このね付録でね、何せ人気やったんがね、やっぱりこれ大人メンズのズーゼムクラス、これすんげー言いにくいんだけどね、これのやっぱりミニ財布だってかっこいいもんよ。これがコメント欄見たところではやっぱり一番人気やったかなって思った。2番人気以降はね、もうドローでございますわ。黄色が好きやからミラモエンのポーチが良かったっていう方もいらっしゃるし、ゼクシーのこのポーチ、ブックカバーにしますっていう方もいらっしゃるし、ほんまね
バラバラでした。ほんでその次のこちら、このねミルクウェド対決&同じカバンの形対決みたいなやつなんですけど、これの一番人気はまあね一番人気というかね、もうミルクウェドでね埋め尽くされておった、これムックのまたあのセブン限定じゃない方なんですけど、これとあとこれ、この斜め掛けのここにミルクウェドってウェーって書いてるやつですね。この2つがすごい人気的にはすごく高かった。やっぱりココディールのバッグとかも使おうっていう方もいらっしゃったし、あとはねなかなかこうばらけておった。今回の付録もバラバラやったしね、ご意見バラバラかもしれへんけどね。まあでも今回で言うとリュック対決なのかな。ちょっと難点はちょっと若干難点はいろいろあるけど、でもデザイン的にね、あとこれは素材感が美しすぎるからね、どっちも割と気に入った。付録の収納のね動画昨日撮ったの、米返しをこの雑誌の動画で入れようかな思ったんですけど、6冊やん、尺がめっちゃ長なるからと思って、その付録の収納割とねなんか過去の付録たちも出てきて面白いと思うので、よろしければそちらもまたご覧ください。でそちらにそのコメント欄のお返しっていうのを後半部分で入れさせていただいたんですよ。また明日か明後日出しますんで、そちらの動画チェックしてくださったら嬉しいなと思います。来週とか再来週とか付録を使ってコーディネート、あの今までの付録ちゃんたちを使ってね、こういうコーディネートで持ったらかっこいいよみたいな動画をちょっと作ろうかなって今構想練ってるんだけどね。でね、またあの口紅全色レビューについてもまたねさせていただこうと思います。口紅全色はねなんかあの購入する時の参考になりましたっていうご意見すごくよくいただくので、来週ぐらいまたやっていこうかなと思います。口紅全色レビューは今のところチフレ、あとケイトのリップクリームシリーズ、この2つ出してるんですけども、これシリーズ化してねお化粧品売り場コーナーを制覇してやろうと思うねん口紅全色レビューのボードの件ということで質問でいただいてたんですけど、どうやって作ってるんですかって言われたんですよ。これ一発目でやったチフレ、これちょっとシンプルでしょ。これパワーアップしました、ケイトをイメージしてですね、これちょっと入りきれへんけども、これフォトショップっていうソフトで作ったんですよ。バッグのさデザインがフォトショーにはいっぱい入ってるのよ。そのブランドに合った背景使ってでプラス文字入れしてみたいな感じでフォトショーで作りまして、まあ、こんな感じのねボードをね第3弾で作ろうかなって思ってますみーちゃん出したいんですけどね、みーちゃん可愛いっていうご意見をね、もう猫好きの方多いやんか、まあ、私も含めやで、もうこんなもん猫もう超絶大好きなんでね、もう反応って感じなんでね、もう踏まれたい踏まれたいみたいなね、毎日私肉球でほっぺた踏まれてるんですけどね。みーちゃんさ私の上で寝るんですよ。それが私が横になっていたとしてもこの側面に乗って寝るんですよ。なんせ私の上に乗りたいのね、みーちゃんは寝るときはね。しかも6キロもあるからクソ重いんですけども、でそれ登ってくるときにこうベッドでこうやって寝てるやん、ほんならこっからにゃひょっこりはんって出てくるんだよね顔で、スン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 って顔スンスンされて、でよいしょって言ってこっから登っていくわけですよ。んでね私の顔をねこうやって踏んでいくわけですね。でみーちゃんにね毎日肉球でね顔踏まれてんねあの一応気遣いかね、爪はあんまり立てないようにしてね踏んでいくからね、まあ、ブニブニって感じですけどね、毎日きっちりとね顔を踏まれています。まあ、ほんでねみーちゃん出したいねんけどさ、なんか私が撮影になったらさ寝てんねんよ。あのみーちゃんの動画はね付録の収納動画の中で言ってしまっているので、そっちの最後でちょっと最新のみーちゃん画像をまた入れようと思います。今はちょっと寝ててごめん。また今後もねいろんな動画撮っていこうかなと思いますので、チャンネル登録と高評価もいただけましたら動画を作る大変糧になりますので、よろしければお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。